半日も待ち申したが、これが遠くから橋さんじてけた客の扱いか。戦の談義に追われてもてなすのが遅れてしもうた。お許しくだされ。ところでいかにして朝鮮の国王を捕らえるおつもりか。海賊王としての考えをお聞かせいただけますまいか。来るとき潮の流れを見てきたのだが、陣頭の打ち身に沿って明日早くチョルに持って出れば、その夜のうちに陸軍に補給を終え、官僚を落とすことができるでありましょう。官僚まで一日半あれば十分でござります。言葉では簡単じゃが、李俊臣を甘く見てはならん。陣頭のそっと海から抜け出し、咸陽を攻め落とした後、陸軍と共に李俊臣を壊滅させるのがしがるべき戦略でござります。何故わしが秀吉関白から送られたと思いか。わきじゃか。なんということ。むやみに関白殿下の、おのう、李俊臣はわしがこの手で捕まえる。そなたは小西に先に官女を奪われたいのか。これは失礼ずかますた。どうじゃ、この愚かな者をお許し願いたい。さあ、そちらにおかけくだされ。苦しまう。